現在も日本海側を中心に雪が強まっている地域があります。石川県野々市市からいただきました。静かにドカドカ降っていますということで、内藤さん、この雪はいつまで続いていくんでしょうか。はい、今あの強い雪がいつまで続くかというお話と、はい、それからあの雪から雨に変わるタイミングがどう、あるいは雪が止むタイミングがどう、うん、2つの、ね、観点があると思います。はい、はい、でまず北陸エリアではですね、明日の朝まで、北陸西部、はい、明日の朝まで強い雪に注意してください。北陸東部新潟は明日の夕方まで、北日本の日本海側は明日の夜、北海道は明後日の朝まで強い雪に注意が必要です。はい、現在の状況を見てみましょう。こちらですね、皆さんからいただいている10分天気の実況報告を雪のみに絞って、表示しております。はい、現在北海道方面、日本海側を中心に雪、この時間は札幌でも弱い雪ですけれどもね、報告が増えてきました。また北海道日本海側のところどころではドカドカという雪の報告もありまして、レーダー重ねてみますと、特に、道北の日本海側、そして、留萌の南側から西の海上に伸びるこのライン状の雪雲ですね、こういったものが全体として徐々に南東進してきている状況が見て取れます。はい、午後一旦止んでいた岩見沢方面、今朝までに、ね、記録的な雪降ったんですけれども、この方面、ね、再びまた今夜遅くからしっかり降ってくる可能性がありますので、お気をつけください。はい、そして東北エリアも広い範囲で雪が観測されており、特に新潟周辺になりますとドカドカの雪の範囲かなり広いですね。また北陸西部、富山、石川、福井方面もかなり強いです。またこの時間帯なんですけれども、JPCZ、日本海の比較的規模の大きな収束帯上に小さな低気圧があって、これが今若狭湾まで進んできています。はい、この周辺で雪雲かなり発達していて、現在この近辺では降水の強度、雨に換算しますと1時間に5ミリから7ミリぐらいの、ね、降水で降っています。でこれが雪で現在、降りながらこのエリアにかかってきているというところですね。はい、はい、関ヶ原方面にもこれから明け方にかけて流れ込んでくる見込みとなっています。岐阜市でもですね、最新の状況を見てみますと、21時までの1時間で岐阜でも1センチ観測しておりますし、柳瀬でも2センチ、はい、これまであまり、積雪増えてきていなかったこのエリア、滋賀県の北部ですとかね、関ヶ原周辺でもちょっと増えてきているなというところ、あとは北陸から北の日本海側、緑色のところはこれ5センチ以上の時間降雪量観測しているというところになります。はい、はい、で、これからですね、明日の朝にかけてどのように変化していくかというところなんですけれども、はい、これ今夜9時の状況なんですが、特にこのね、鮮やかな水色をしている部分、これ、はい、上空3000メートル付近で氷点下20度以下の領域です。3000メートルですね。はい、この領域がかかっていると雪雲としてとても発達しますので、大雪、ドカ雪に警戒といったことが言えるんですけれども、このエリアがですね、時間とともに深夜0時、午前3時、午前6時というように徐々に東に移っていきます。はい、なので明日の午前6時になりますと、近畿北部や山陰東部、そして北陸西部のあたりはもうだいぶ、強雪、強い雪のピークは峠を越えてくると。でただし、北陸東部、以北はですね、まだ残ります。お昼、午後3時、夕方6時、この辺りになってようやく新潟が抜けかけるかなというところ、そしてさらに夜9時、東北北部まで抜けていって、これがあさっての朝にかけて北海道に後退していくということになります。はい、現在がこちらのライン、あさって日曜日の朝にかけてこのように後退していく、これがね、強い雪の範囲を決めているというふうにお考えください。はい、はい、そしてもう一つ気温の状況で見ておく必要がありますのが、上空1500メートル付近の寒気、氷点下9度以下の領域で、これがですね、降るものが雪か雨かと
というところを見ていただく指標になります。はい、こちら夜9時の状況なんですけれども、明日の朝にかけてじわじわですね、北陸西部ですとか近畿北部の方はこの領域が取れていきます。そして明日の日中になりますと地上気温も上がってきますので、午後には北陸西部で降るものは沿岸平野では雪ではなく雨よりに変わってきそうですね。はい、そして夜にかけてじわじわ北上、残念ながらね、新潟、下越、以北ではあまり抜けないといった状況なんですけれども、こうしたところで降るものが雨か雪から雨に変わるかどうかというのを見ていただければと思います。はい、いずれにしてもこれからね、明朝にかけて断続的に雪雲流れ込んでくるという予想になりますので、はい、明日の朝以降は徐々にね、西側から強い雪は収まって、ピークは越えていくということになりますけれども、積雪の増加予想、関ヶ原周辺でも5センチを少し超えるような積雪、5センチから10センチの積雪、岐阜周辺でも5センチ以下の積雪ありそうですし、北陸エリアでは特に新潟の山沿いなどでは50センチから70センチ、東北でも同様、北海道エリアもですね、30センチから50センチ近い積雪の増加がこれからの24時間でさらに予想されている状況です。はい、続き十分注意をしてください。はい、わかりました。この先の最新の情報はお天気アプリウェザーニュースからご覧いただけます。